こんばんは、一兵衛です。最近ネットを見てたら、カルピスをですね、カルピスをビールで割るとすごくうまいっていうようなことが書かれてまして、でこれは早速やってみたいなと思って、冷蔵庫の中を覗いたらここにカルピスがあるじゃありませんか。賞味期限が9年3月12日って書いてます。若干古いようですが、ちょっと飲んでみると大丈夫そうなので使っちゃいます。カルピスですね。カルピス入れました。でこれにビール、アサヒザ・マスターピルスナー、こいつを入れてみます。これを入れればいいんだろう。ほう、こういう感じですか。ほう、ちょっと かき混ぜた方がいいのかな。上下をこういうこういう感じで、もうちょっと入れるかな。こういう感じで。ちょっと泡が荒くなる感じですかね。ちょっと混ぜてみます。はいはい、できました。じゃあ飲みます。なんじゃこりゃ。なんかあれだね、これカルピスをビールで割ったような味がしますね。あ、その通りか。これがそんなにうまいかね。甘いな。さすがにもうちょっとは薄めてみよう。いやこれダメだな。私はビールはビールでそのまま飲んだ方がいい。うん、ちょっとグラスをゆすいできてもう一回飲み直そう。やっぱビールだけで飲んだ方がいいよな。これだよ、ビールは。泡が違うよな。カルピスなんて不純物を入れると泡がね、荒くなっちゃうんだよ。ほら、見てこの穴。泡。泡泡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 泡。やっぱね、ビールはね、きめ細かい泡が命だよね。もうちょっと入れようかな。ほら、いやこんな感じで、やっぱこれだよ。こうでなくちゃいかん。あやっぱビールはビールだけで飲んだ方がいいっていう、よくわかりました。カルピスは混ぜるのはやめときましょう。もう二度とやりません。はい、そういうことです。もう僕は二度と再びカルピスをビールで割るのはやめます。はい、以上です。